どうもリュウジです。ウィニングイレブンレート1600のランやっていこうと思います。最近ですね、めちゃくちゃ調子良くてですね、現在のレートを先にお見せしますね。はい、こちらになります。1537と、いい感じで上がってます。直近だと3連勝ぐらいしたのかな。あの、同じぐらいのレートの方と戦って無事3連勝という感じでどんどん上がってます。1600見えてきたな。まだか。はい、スカットはね、こんな感じでやっております。でね、今更なんですけど、守備の時にキーになってるのはカマビンガかなと思います。もともとね、最初は CMF でずっと使ってたんですけど、あのコメントでね、あのアンカー発動させて DMF でやった方がいいですよっていうコメントいただいてから、DMF でやってるんですけど、めちゃくちゃね、守備能力やっぱり高いんですよね。カマビンガね、能力改めてちょっと見ていくんですけど、まあオフェンス系というか、まあボールコントロール、ドリブル、ボールキープ、グラウンダーパス、まあこの辺は95オーバーになってるんで、まあボール失わないっていうところ、あとはまあスピード、瞬発、この辺もありますよね。でスタミナもあって、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、この辺も球場がって感じですね。普通にやっぱ強いなって思いますね。あの守備の時にやっぱ意識してるのが、センターバックにカーソルを合わせない。結構ね、初歩というかレートが上に上がれば上がるほど、この辺は当たり前の操作だと思うんですけど、僕もね、やっとそんな操作に慣れてきましてですね、やっぱそうすると、まあ、AI でセンターバックがこううまくボールを取ってくれたりとか、あとはカバーに入ってくれたりとかしてくれるので、変にね、やっぱりセンターバックにカーソル合わせないっていうのは、やっぱり大事かなと思いました。それでね、あの失点しないので、なかなかレートもいい感じに上がっております。今持っている選手の中だと、このメンバーが、今のベストメンバーかなという感じですね。ではこのメンバーで1600のランやっていこうと思います。さあ、レートいくつの方が来るかな。1326、よろしくお願いします。調子は、あー、いいね。ハーランドも絶好調でございます。後半投入します。ムバッペ、ロナジーニョ、カマビンガ、アーノルド、4人絶好調か。これでいきます。お相手さんはこんな感じですね。おー、メッシ、ロナウジーノ、ロナウド、すごい強そうだけど頑張ります。よし、よろしくお願いします。ベリンガム、ロナウド、ターン、オッケー、アーノルド、一回、んー、どうしよう、カマビンガ一回落ち着こう。ネスタ、ロナウジーニョ、イタテル、あーっとずれたかな。待って、ベリンガム、ロナウド、いやー、マジか。そこでね、センターバックにカスを合わせるとこうなっちゃうんですよ。あぶね。一回ロナウジーニョ、ムバッペ、ベリンガム、ダブルタッチ、オッケー、かわす、やばい、オフサイ、あー、やったミスった。サネイマル、ダブルタッチ使ってくるよ。危ない、やばい、いやー、やられた。いやー、1-0、シュート0、これはやばい。さあ、絶好調ハーランド投入します。負けられないぞー、マジで。ナイスー、ワンツーかな、ここは。いやー、読まれてる。あー、いけるいける、読まれてたな。サイニースタからムバッペ、行こう、ハーランド、ここはいける。ほら、いけた、よかった。え、嘘でしょ、嘘だろ、おい、マジかよ。これはちょっとないわ。やばい、もう時間がない。最悪同点だな。そこまで持ってこう。さあ、ラストワンプレーかな。ファール1回でいいですかな。うわ、終わった。これはマジでやったな。めちゃ下がるぞ。うわ、えぐいって。17。さあ、2試合目いきます。いや、もう引きずりたくないけど引きずるな、さっきのシュートは。さあ、1233の方ですね、よろしくお願いします。
調子を見つつ、スターティングメンバーは特に変えずこのままいきます。相手の方はこんな感じ、クリスマスツリー型ですね。ワントップがメッシか。よっしゃ行こう。よっしゃ、よろしくお願いします。行くぜ。さあ、カマビンガ、カマビンガ戻ります。イニエスタ、ナイス。デイビス、おっと、ガーテル、ムバッペ抜け出す、ロナウド、OK。よし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 、まず1点ですね。さあ、イニエスタ持ち込んで、どうしようかな。OK、完璧。完璧です。さあ、前半終了。さあ、後半は特に交代なしですね。お願いします。オッケー、ベリンガム、おっと、ベリンガム、ベリンガム、バラン、ベリンガム、バラン、危ないよ、危ないって。オッケー、ナイス、バラン。ソロノージニュエ、フラする、これちょっとダメだったかな。オッケー、カマビンガへ、ニエスタ、ロナウジーニョ、一回当てる、出てる、ロナウド、おっと、通らない。ナイス、カマビンガ、これはミスった。ロナウジーニョ、オッケー、ムバッペ、ナイス。ロナウジーニョの絶妙なパスをムバッペが決めてくれましたね。うん、ギブアップかな。はい、ありがとうございました。レートは1524。はい、ということでね、今2試合終わって1勝1敗という感じですね。レートは少し下がってしまったんですけど、まあ、カマビンガの守備のところそんなには見せれてないかもしれないですけど、でもやっぱりいい位置にいたりとか、アンカーとしての役割をすごく果たしてくれてますね。そして、前の動画でね、ロナウジーニョもアイコニックで当たりまして、ロナウジーニョもやはりいい働きをしてくれてますね。で、使い勝手もね、かなり使いやすいので、カマビンガもロナウジーニョも、まあ、次のね、FP ガチャだったりとか、アイコニックのガチャが何来るかによって、また引いてスカットに入れて、良ければガチスカに組み込んでいこうかなと思っております。ちょっとね、今日は残念な結果だったんですけれども、今後も頑張っていこうと思います。では、この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。